J フロントリテイリング大丸松坂屋百貨店株式会社大丸松坂屋百貨店は老舗百貨店の大丸と松坂屋を運営する企業である J フロントリテイリングの完全子会社2007年3月14日に大丸と松坂屋ホールディングスが経営統合を決定同年9月3日に新たに株式移転方式で共同持ち株会社 j f フロントリテイリング株式会社を設立し、その参加に入った。2010年1月8日、経営統合の総仕上げとして、百貨店事業の一社体制統一を発表。同年3月1日に、株式会社、松坂屋を、存続会社として株式会社大丸と合併し、株式会社大丸松坂屋百貨店が発足した。これにより、 株式会社大丸は解散した。合併においては松坂屋が存続会社となったが、大丸松坂屋百貨店の初代社長、現社長は大丸出身者が担当。また、取締役及び執行役員の大半が大丸からの出身者で占められ、特に持ち株会社の役員との兼任者及び営業本部長と、 業務本部長といった本部の要職はすべて大丸出身者となった。本社機能については、両社の地盤だった、名阪両都市を離れ、東京都江東区に置かれた。店舗名称の変更はないが、関西唯一の松坂屋の店舗である松坂屋、高槻店が大丸京都店の分店に組み込まれることとなった。2016年9月1日に株式会社、大丸コム開発を、 九州合併するとともに J フロントリテイリングの不動産事業を承継しグループの不動産事業を一本化する不動産事業部を設置している大丸松坂屋百貨店は下関大丸を2020年3月に九州合併すると2019年5月に発表下関大丸は大丸松坂屋百貨店の直営店となる大丸新災橋店大丸神戸店 大丸東京店松坂屋名古屋店、ありがとうございます。